これ何ですか？このちっちゃいにもらっちゃう。向こうでおかしくなってる人が映ってるけど。何言ってんの？何やってんの？音楽。あ、音楽に乗ってるのね。はい、これひなたちゃんにもらったやつ。この前ね、動画にね、ちょっと出てくれたよね。このポーチももらったんだよ。なんか傷ついちゃった。うん、何入ってんの？シャーペン。ひなたちゃんにもらったね、これ色が変わるやつ。ボールペン。ブーさん。そう、ブーさん。ボールペン。これくない？うん。次、手作りメモ帳。うん、かわいい。なんて書いたの？多分ひなたとりみだと思うの。かわいい。うん、かわいいね。中これちょっと書いたの。あ、なんか書いちゃった。何？りみ、ひなたちゃん、りみ。なるほど、これで書いたんだよ。なるほど。次は？次はひーちゃん、揺れてる。見てる。ブラシ。ブラシ。どうしたのお姉さん、情緒不安定。大丈夫？怖いんだけど。ん、ブラシもらった。あ、あるじいちゃん。あ、乱れた。乱れた。ヘアバンドから髪が出てきた。めちゃぼしゃぼしゃ。めちゃぼしゃしょしゃ。後で覚えてる。怖い怖い怖い。お姉さん怖い、お姉さん怖い。はい、アルジーのね、ブラシももらいましたね。はい。はい。次。みんなと仲良くって書いてあるバッチ。これ手作りバッチかな。うん。かわいい。かわいい。次。うん。勉強頑張ってっていう。勉強頑張ってバッチ。バッチ。いいじゃん。かわいい。かわいい。次。お。ストラップ。そう。手作り。手作りストラップ。これが三個。うん、三個ね。最後。あ、なんか怒った。大丈夫？うん？水色に塗った貝殻。あ、水色に塗った貝殻。あとこれももらったよ。あ、これね。入れてるのね。はい。たくさんもらったね。うん。イヤホンなかった。多分この中にある。イヤホンある。うん、ね、ライブ気分なの今。多分してるライブ気分なの、うん、大丈夫ですか。あのね、ライブでね、タオル振ってんの今。うん一回ライブ行ってみたい。うん、そうね、もうちょっとね、大きくなったらと、あとほら、今はどうせ行けないじゃん、コロナ禍だからね。そうなのよね。これもらった。ん？この子も連れてきたん？クマさん？クマちゃん、後ろに噛まれちゃった。ぬる。氷入れなきゃぬるいよ。ぬるくて笑ってる。ねえねえ、水がぬるすぎて笑ってる。大丈夫、笑い上手じゃないよ。だって水がぬるくて笑ってんだよ。何に使うなってこと。あー、涼しいな。なんか嫌な子じゃない。ちょっと、ママこういうのよ。可愛くあるんですよね。持ちすぎだよ。こんな子供に育てた覚えはありませんって言うんだよ。そっか、こんな子供に育てた覚えはありません。だってリミが言え。あれ、なんてなんて。こんな子供に育てた覚えはありません。もういいわ。大人用のイヤホンあった。うん、ちょっと、ちょっと、いいね、いいね。
い、ということでね、久々にのやのんちゃんたちに会いました。久しぶりです。めっちゃ久しぶりだよね。忘年会以来かな。そうですよね。はい。なので今日はね、久々にみんなで遊んでいきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。ビバニちゃんにも会いました。はい、久々ですね。さえちゃんとしのちゃんです。はい、じゃあ今日はね、暑いけど楽しみましょう。はい、はい、バースボーね。はい、ということで久々にももかチャンネルさんにも会いました。お久しぶりです。忘年会ぶりだね。あ、そっか、ね、そうだよね。そうだよね。じゃあでももう素敵になったって。TikTok で見てて思ったもん。え、可愛いみたいな。ね、いやよかったね、ももかちゃんに褒められて。ね、よかったね。元気だった。さっきからずっとこうやってこうやってそう、そういうキャラだから。安定のね。そう、安定のこういうキャラなんでね。はい、今日はよろしくお願いします。